目これ見たら分かるけど、さっきバングラッシー飲んでちょっと目が赤いんだよね、うん、ちょっとシャーベット状のマンゴーが美味しい。アスヤストロング飲んでる、うん、だいぶいい感じですね。目黒くない？目どえ白が黒いと思う。瞳しかないよ。白が黒悪魔宿っとるや。そんな3キロ前ブラッドギターのアスヤです。どうも。ガンジスがわい神秘的だったな。そうですね。なんかなんだろう、足つけたりしたしたけど、しましたね。まあ普通の川だよね。まあ対岸はよっぽど汚れてないんです。じゃあ逆だったらきつかった。多分いろんなもんがうんこ以下のものがいっぱい。うんこって結構最低限のことを例えるときに使うけど、うんこより下はね、探せばいくらでもあるんだよね。探せば。ちょっときついんだよな、マンゴーラ。バンゴーバングラッシュ。バングラッシュいかんぞこれ絶対。そうそう、あのフルーツさっき売店で買って、これライムなんだけど、カットしてでラム入れてソーダアップして
で部屋の砂糖と氷入れて、うん、めちゃくちゃうまいねこれ。これめっちゃうまい。インドでこれ以上のもんはないよ多分。もう水みたい。スイスイっちゃうねこれ。多分。インダス文明よりすげえ。あかんなこれ。グビグビ。番組が壊れると思う。ああでも酔っ払ったとかあったけど、なんかもう決まってるしね。まあ再起会ということで、うん、たまにこういうのもいいんじゃないでしょうか。もう今日2日目だからね、まだ。はい、そうです。あと5日ぐらいだから。まあ、特にね、僕はプレゼンすることがないので、ここのオカリナ・マコトのさんに呼ばれても、ただひたすら皆さんに幸せを届けられればと。まあ帰ってきて、一回収録しようか。そうですね。はい、やじゃあまあ次3日目、うん、明日。はい、すいません、ちょっと笑いが。じゃあ明日もよろしくお願いします。お願いします。ああ、